妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は妖怪ウォッチ不思議アイテムズのふみかちゃんの妖怪ウォッチを紹介します。セブンイレブンで378円で買ってきました。ミニメダルがセットできてルーレットで遊べるようになってます。では開封します。中には妖怪ウォッチとソーダ味のガムが入ってます。妖怪ウォッチとミニメダル1枚が付属してます。ミニメダルにコマさんのシールを貼ります。メダルに小さい凹凸があるのでそれに沿って貼ります。妖怪ウォッチは元から完成してます。もんげーかわいずら。蓋が開けられるようになってます。中には当たりとか外れとか書かれてます。ルーレットで遊べます。横にあるスイッチをスライドさせて離すと止まります。トホホギス、もう一回やりましょう。スライドさせて離す、当たりです。ミニメダルを妖怪ウォッチにセットできます。横から入れて、あとは指で奥まで押し入れます。慣れてくるとスムーズにセットできます。紐がついてて首から下げられるようになってます。次回は不思議アイテムズの妖怪大辞典を紹介します。